プラットフォーム跡、赤坂本町駅は、かつて、岐阜県大垣市赤坂町にあった、西濃鉄道市境線の駅である。西濃鉄道は、現在旅客扱いを行わない、貨物専業鉄道となっているが、戦前、戦中にあたる1930年から1945年の間は、鉄道省発のガソリン起動車を用いて、鉄道省東海道本線支線に乗り入れる。 旅客列車を運行していた。当駅は、同線の旅客営業開始の際に開設された、旅客専用駅であった。旅客列車は、当初市境駅までの運転を行っていたが、利用客がいないことから1935年より、当駅を折り返し駅とするようになった。戦時中の燃料統制により、機動車の運行ができなくなったことから、旅客営業が廃止になったことで、当駅も廃止になった。 旧中仙道と、市橋線の交点に設置され、短式ホーム一面のみのシンプルな配線だったと、言われる。1930年10月1日開成時、1934年11月1日停保、時1944年10月11日、開成時あたり駅廃止後も、現在に至るまで石垣造りのプラットホームが、残存しており、駅跡を示す石踏みも建てられている。 1934年当時港内配線の関係上、市橋線に乗り入れる旅客列車は、美濃赤坂駅のホームに発着できず、同駅を通過扱いにしていた。また、オツオンの坂駅と猿岩駅は貨物専用駅で旅客列車は発着しなかった。ありがとうございます。